あんまり遠くに行ったらいかんよ。どうされました？ありゃ、古川さん。呼ばれましたか？へい、やすー。地方が元気な日本にする、それが私のライフワークです。農業、林業、水産業、地域の発展に欠かせないこうした産業、守るべきは守りつつ次の時代へとつなげていく。私は棚田を守り、山を育て、海を元気にしていきます。新しいチャレンジを応援することで、なりわいを未来産業にしていきます。私たちが気づかなかった地域の魅力や美しさ、今国の内外の人たちがそれを楽しむために来られています。そのことがさらに情報発信され広がりつつあります。 Hey, yes. May I help you? Would you like to show us some nice place in Saga? Of course. Yay! Let's go!定住人口が減っていくならば、交流人口、さらにはインターネット上の空間も含めた関係人口を増やしていく。そのことをこの私たちの住む地域でも実現していきます。守ってきたものが生かしていくものになる時代だと考えます。子育て支援も、生活が大変な方へのサポートも、コミュニティがキーになると私は考えます。地域の中で一人にしない、病気になっても小学校に入っても、障害や難病の人も妊婦さんも、みんなが安心して暮らす、育つ、関わり合える環境を実現していきます。祭りはコミュニティのシンボル。若い人からお年寄りまで、さまざまな年代が地域への思いを再認識する時間です。地域文化をしっかり支え、応援していきます。私は皆様と共にいます。まずは声を聞きます。そこで伺ったご意見は、いろんな機関の人たちに届けます。そして国会、練り上げてきた政策を、予算をしっかりと成立させます。皆様の期待に応えます。政策や予算を議論する党内の会議で地域の声として発言し、結果に結びつけていきます。自民党だからできること、このことをフルに生かして皆様の思いを国政に届け、そして実現していきます。ヘイヤス、ヘイヤス、ヘイヤス、ヘイヤス。